なんか、韓国人男性と結婚し、韓国に移り住んだ日本人女性の嘆きが話題みたい。どうもその女性、日本に帰りたい、全然楽しくない、と言っているようなんだよ。では早速、詳細を見てみてよ。平井浩二。なぜ、韓国が夫婦別姓なのかを調べなかったのか。保守速報。かわいそう。韓国人男性と結婚し、韓国に移り住んだ日本人妻さん。日本に帰りたい。全然楽しくない。これマスコミの被害者やろ。いな。日本帰りたい。私が話す韓国語を理解しようともしない。声小さいし、何言ってるかわからない。そんな韓国語ない。モウラ語って大きい声でいつも言われる。全然楽しくない。この女性は、完全にマスコミの被害者だよね。おそらくこんな流れだと思う。マスコミが韓国人の情報をポジティブに伝えることで、その情報を鵜呑みにした日本人女性が韓国人と結婚。しかし現実は、マスコミが報じるような韓国人のイメージとは全く異なるもので、結婚した瞬間に豹変する韓国人の本質を知らなかった。まさに悲惨だとしか言いようがないよね。ネットでは、そりゃかわいそうだが、自分の責任。嫌ほど気をつけろとかやめておけと言われても結婚したんでしょ。だから助けが来ないんじゃないの。嘘つきを信じるからこうなる。自力で離婚なり何なりやって帰ってくるほかない。日本のマスコミの典型的被害者ですね。こんな国が日本より楽しいわけがありません。特に日本人にはね。マスコミ被害。一因かもしれないが、結婚という人生を左右する決断を安易にした本人の責任もあるだろう。韓国人男性と結婚した場合、嫁の身分は最低限。結構有名な話だと思ったのだが、これで子供できたら全員夫のせいで孤立がどんどん深まります。理想、ドラマ見すぎくくくくく。現実、夫婦別姓で一人だけよそ者扱い。韓国男は結婚するまでは情熱的で真摯なんだ。これは世界中の女性が概ね似たようなことを言う。そして、結婚したら豹変して嫁を奴隷化する。これも韓国男と結婚した経験のある女性が概ね似たようなことを言う。メディア関係なく、そういう連中なんだよ。地獄の日々だろうな。良かったのは独身時代までって方がいましたわ。結婚してから身内のしがらみで大変そうだった。どうしてあいつらが大嫌いなはずの日本に大量に来るのか、足りない頭でも少し考えたらわかるだろ。情弱すぎ、その一言に尽きる。情弱の自業自得。登山で遭難と同じくらい自業自得感がすごい。優しい韓国人男性なんてドラマの中にしかいないんだよ。テレビなんて信じるから。メディアの見せる韓国と現実の韓国は違うのだ。日本の女子たちよ、現実を知りなさい。苦情であれば、嘘情報を垂れ流すテレビ各局か朝日新聞へ。不勉強のせいだと思う。日本に帰ってきて、韓国の実情を拡散してください。目が覚めてよかったねわら、などの声が上がっているみたい。まあ確かに、自業自得以外の何者でもないよね。だって今の時代、ネットで調べれば、いくらでも韓国人の本質を知ることができるし、マスコミが垂れ流す情報がことごとく嘘だって気づけるはず。しかし、それをせずにマスコミの情報を鵜呑みにし、韓国人と結婚してしまったんだからね。恨むなら、自分の情弱体質を恨むしかないと思う。ていうか、そもそも韓国ドラマと現実が同じなわけないでしょ。どこまでテレビに洗脳されてるの？って思っちゃうよね。とにかく、韓国という国がなぜ夫婦別姓なのか。韓国人と結婚しようとしている女性は、その意味を調べることから始めてください。後悔する前に自分で情報を調べる。何事も、それが最も大切なことだと思います。